皆さんこんにちは、大迫傑です。以前、昨年ですかね、ライブ中継をして以降の初めて YouTube での投稿になります。今日の動画は、先日行われた琵琶湖毎日マラソンで、僕自身が持つ2時間5分29秒が更新されたということで、その直後に撮ったインタビュー動画を皆さんと共有させていただけたらいいなと思いました。マスメディアを通さない僕自身の生の声になっていますので、皆さんに、視聴していただけると嬉しいと思います。ではどうぞご覧ください。で、まあ、どっから話しようかな話そうかな、まあ、まず時系列的に話すと、今日のケニア時間の3時ぐらいに、スタートだったわけじゃん。琵琶湖毎日マラソンがスタートしたわけですけど、もともとその、よく仲良くしてる神の大地が走るということで、見ようかなと思ったんだけど、起きれず、いつも通りで、結果も追えずで、6時に、走りに行こうと思って目を覚まして、隣にあの川崎っていう同じプロでやってる選手がいるんだけど、その選手に、大地どうだったのって聞いたら、大地は分かんないですけど、鈴木健吾日本記録走りましたみたいなので、おまず印象としてはおおって感じかな。多分普通の状況だと思うんだけど、おおって感じになって、そこからのこのなんか頭の中でわーってこう回って、でまずさ、おおってみんな感じるじゃん。だからちょっとこう分かる、頭をゴーンと叩かれる感じ分かるでしょ。例えばよく喧嘩するときみたいにこうドーンってくるじゃん、それと同じように多分 0.1 秒ドーン来て、でもそういうのって結構今慣れてるというか、そういうこう整理する作業ってすごく今までもそうだし、これからもやってきたところで、それを整理する中で、じゃあなんでドーンってきたかって、まずその短いドーンってきた1コマ何秒からそこのわーって整理するわけよ、1分2分の間に、でなんでドーンってきたかっていうと、そもそもその自分のその日本記録っていうところはもうすでに過去のものであって、そういうのに固執しまってた部分、そしてプラスその未来、例えばもう現に日本記録保持者っていうのは自分が最低でも次のレースまでは使えない、破るまでは使えないというその将来への不安っていうのが多分一緒となってドーンってきたんだけど、でそれをパッと理解して、じゃあこの状況を好転させるにはどうしたらいいんだろうっていう、もちろん自分が日本記録を再度更新するのはそうなんだけど、でもそれって長くは続かないし、今回やって分かったと思うんだけど、じゃあどういう方法は一番その自分に追い風になるのかと考えた時に、ただ単にそれをプラスにするしかないなっていうのが思ったところだったかな。最初の5分間はやっぱりちょっと悔しいっていう、そうだな、悔しいっていうか、もちろん悔しさもある、その悔しさっていうことを分析したね、なんでこれを悔しく感じてるんだろう、だからこれを悔しさっていうのは何だろう、そんなに必要ないなっていう、自分の過去に固執してて、でも大事なのって今自分が何をするかじゃん、今これから自分が何をしていくかって考えた時に、そこのその自分が日本記録保持者だったことって関係ないし、じゃあそれを使って今後どうやってスポンサー取ろうと思ったことも関係ないしっていうところで、もう一瞬で変われた自分はさすがだなと思ったよね。実際4分台っていうタイムについてはなんだろう、どう感じた？どうだろうね、タイムか、そうね、難しいよねそれは。そもそももちろんその自分自身もスポンサーとかの話でする中でも日本記録保持者っていうのはもちろん大きなアドバンテージになってたし、それを利用してはいたけど、でも実際じゃあそこに自分が固執して競技してきたかというとそうじゃないなと思って、だって別の種目で走ってるわけじゃん、別の大会で走ってるわけじゃん、でじゃあどうやって比べるのっていう、ただ単にでもシンプルに見た時に、じゃあ僕が走ったことない記録で走ってる彼から学ぶところは絶対にあるなっていうふうな、というふうに思ったのが、すごいシンプル、ただそれだけかな。背筋を立たされて、よし、また頑張ろうって思えた。
ていうだけなんだよね。頑張ろうっていうのはやっぱり日本記録を塗り替えるっていう、でいやっていうよりかはなんかもっと自分自身がまず競技者として強くなろう。それになんかタイムとかではなくて、ね、まずもちろんタイムっていうのは陸上競技である以上ついてくるもんではあるんだけど、より自分の次に限界を自分の限界を超えていこう。それは順位であったりもそうだし、体の強さであったりとかそうだし、もちろんタイムもそうだと思うけど、まずは自分の一歩をまた超えていこうっていう、そういうこうモチベーションができたって感じかな。だからその今まで言ってるところと共通してると思うけど、他人と比べるんじゃなくて自分を超えるためのモチベーションに彼はなってくれたっていう感じかな。なるほど。家族として言うかもしれないけど、逆に重荷になってないかなっていうところで、どうなんだろうっていう。いやでも意外とサバイバルしてきてるから、なんかその辺の負けであったりとか、実際じゃあ去年の状況だって誰が一番なんだろう大変な状況だったかって考えたら、まあ、周りの人から言ってくれるかもしれないけど、俺は自分だと思ってて、っていうのもじゃあ MGC で、まあ、日本記録保持者として MGC 臨みました。でこれもなんか余計な部分であるんだけど、それを抱えてしまってた部分も自分のせいなんだけど、それで MGC を迎えました。で3番でした、吹っ切れませんでした。で3月またそういうこうプレッシャーの中で臨みました。そういう流れの中でさ考えるとさ、この誰かが日本記録出したってさ、別に何も俺に影響することないし、じゃあこれで仮にオリンピックの座が奪われますとか、僕はオリンピック出られませんであれば別だよ。それはさもうちょっと考えなきゃいけないことかもしれないけど、まあでもそれでもコントロールできないことじゃん。自分にとっては自分がベストを出して得た成果で勝負してるだけだから、でそれに比べても比べる必要もないけどって考えると、この結果って他にちょっとモチベーションになりましたって以外になんか意味あるっていう。ただその陸上界、日本陸上界的に言うと、もっと言うともっとスポーツ業界的の価値を高めるときに言うと、このなんだろうな日本記録の、まあ2017かなから2018かからの日本記録ラッシュっていうのはすごく好ましいことである。故になんか僕自身もこれからちゃんと自分のエゴのためじゃなくて、ためだけじゃなくて、その業界がこう少しずつこう上がっていくために動いていかなきゃいけないなっていうのは思ったね。多分それってでも見え方からすると、選手だから選手なのにこういうことしてなんかちょっと嫌だねとか思われるかもしれないけど、でもそういう声を聞きつつも、それをそのノイズじゃん、ノイズを排除して自分が必要な、自分が陸上界のために必要だと思うことをこれからなんかやっていかなきゃいけないなとは思ったかな。それが一番今回にとって感じたことです。でもし例えば鈴木健吾くんがさ、報奨金ってさまだ今回ないわけじゃん、まあ、報奨金がマストかどうかは分からないけど、でもさそれってありのがあったからこそ設楽も頑張ったし俺も頑張ったから、そういう流れって今回なくなっちゃったけど、また新しくできるなら作ってもいいと思うんだよ。そういうこう基盤じゃないけど、みんなが頑張れる基盤、元の部分を僕らが作れる可能性もあるのかなと。それって今しかないんじゃないかなとは思うけどね。というところで循環させたい。そうね。なんかやっぱでもさ、人間である以上さ、こうなんだろう、なんか名前が欲しいじゃん。ああ、例えば肩書きってやつね。そう、俺なんかそういうの昔から嫌いで、でもさ、とはいえ紹介してもらうときとかさ、自分から紹介するときにさ、まあ一つのキャッチコピーにはなってたから、まあ、それも利用してた部分もあるし、でももともとそういうのがもう好きじゃなかったからね、こういうこれを機にまあすごくまあ逆にシンプルに立ち返れたなと思うけど。皆さんご視聴ありがとうございました。今後もですね、ケニアの様子であったりとか、その他の少
少しプライベートな部分っていうのもこの YouTube に載せて、皆さんと共有できていけたらいいなと思っています。ぜひ今後ともご注目ください。ありがとうございました。